はい、どうもこんです。ということで今回は初心者無課金の方向けにアンカーカタンを完全解説していきたいと思います。 MTG アリーナは無料で遊べるゲームなんですが、まあある程度勝てるデッキを作ろうとするとそれなりに課金が必要になってきます。そんな中で初心者無課金の方に最もおすすめしたいのがアンカの赤タンアグロですね。もっと安いデッキだと B01 用の青タンがレア6枚くらいで組めるのですが、基本的に青タンは初心者向けではなく B01 で多い赤タンに結構きついのでおすすめはしないです。赤タンは安くて強いのもそうなんですが、マジックの基本であるコンバット、戦闘での考え方をしっかり学べるデッキなので、初心者の方に本当におすすめですね。ちなみにこちらはガチガチに組んだ赤タンなんですが、こちらであればメシックまで余裕でいきます。ただしこれを組もうとすると神話ワイルド4枚、レアワイルド15枚が必要になってくるので、今回は初心者の方向けに安価の赤タンを紹介したいと思います。ということで今回紹介するのはこちらの安価赤タンなんですが、レアワイルド8枚だけで組めるかなり安いリストですね。ちなみに無謀な嵐探しは最初に無料でもらえるカードなのでワイルド換算はしていないです。とどろく雷獣だけは絶対に4枚作ってもらいたいんですが、実質4マナ44速攻で追加ダメージもあるカードで、このデッキのエースとも言える1枚になっています。時点でスクイとフェルドンを優先して作ってもらいたいんですが、どちらも優秀な速攻クリーチャーということで、これらのカードがあるおかげで重たいデッキに勝っていくことができますね。本来は2マナ域に血に飢えた敵対者が4枚入っているのですが、神話レアということで今回はカットして、代替カードとして土建組一家の調達者、そして除去の枠を増やしています。調達者はアタッカーとしても優秀なのですが、死んでもマナ加速ができるので相手の動きによっては3ターン目に雷獣が出せたりと割と強い1枚ですね。そして今回は救いが少なくなっている枠には小炉の懲罰者を入れています。サマナ33威迫という9大点のスペックなのですが、多色デッキに対しては毎ターン2点を与えることができて、かなりの火力になってくれるカードですね。また最初に無料で燃え立つ空アツシももらうことができるので、雷獣の枠を1枚こちらに変えてワイルドカードを温存することもできますね。まあアツシも普通に構築レベルの強力カードになっています。ミシュラの鋳造書や双剣山は持っているのであれば欲しいカードではありますが、将来的に他のデッキを組みたいのであれば無視してもいい枠ではあります。まあ、鏡ありの偶話だったりレア多色ランドだったりと、優先して作りたいカードはたくさんあるので、できる限りワイルドカードは温存していきましょう。ちなみにこちらのアンカー型なのですが、実際にサブアカの B51 ランクで回して10戦で8人できたので、アンカー型でも普通に強いのはわかるかなと思います。基本的にプラチナ到達まではデッキのレベルはずっと同じなので、こちらのリストでプラチナまではサクサクいきますね。はい、ということで実際にどう考えながらプレイしているのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、しっかりと1マナ域から動いていけて、まあフェルドンスクイーと繋がっていけるので、まあ即キープのハンドですね。まあ、あとは土地が、しっかりと伸びていくかどうかという感じですね。さあとりあえず速攻を出して1点を入れていく赤タミラーですね。まあ基本的に B01 はもう低ランク帯から、まあ高ランク帯まで赤タンが、まあ、トップメタということで、まあ、ただこの赤タンミラーって結構ねその考えることも多くて、まあ戦闘の基本的な考え方っていうのを学ぶことができるんで、割とね本当初心者の方にはおすすめですね。さあ相手2マナー目から、火力を持ってるのかどうか結構悩んでますね。火遊び、はい。さあ火遊びで速走でかくして殴ってくる。お、3マナー目引きましたね。ということでまあここは救いから行きましょう。まあ、相手が火遊びを持っていたら、まあテンポ損してはいるんですが、まあ、今回は持っていなかったですね。あとは、まあ4マナー目を引けるかどうか。まあおそらくそのまま雷獣を次のターンに出せればまあ、大体勝っていける、流れではありますね。お、無謀なる衝動型か。衝動型はね、赤タンミラーで結構弱くなってしまうので、まあ、B01 だとあんまりおすすめはしないですね。さあ、土地は引かず。まあ、ただ1マナ域が、3枚あるんで、全部使っていきましょう。さあ、フェニックスからの、退治からの考察で除去っていく。さらに、に残り3点まで削っていくと、まあ、こうなると全体火力とかがない限り、まあ負けることはない流れなので、まあ、救いが除去られなかったのが一番でかいですね、この試合に関しては。さあ4マナ目からさすがに投了と。ジジ、さあ後手なんですが、まあこれはさすがにマリガンですね。これもそんなに良くはないんですが、まあしっかりと動いてはいけるのでキープしていきましょう。まあ、基本的に後手であれば、1マナ火力とかがあるとだいぶいいですね。さあ、相手は平地からスタート。白タンか、まあ、青白兵士か。まあ、どちらでも赤タンはやや有利ですね。さて、
まあ、1マナ息を引けたのでフェニックスのヒナプラス速攻で動いていきましょう。さあ速攻クリーチャーを並べて3点アタック。とりあえず次のターン、超抹茶を置けるとだいぶでかいですが、青空兵士、うん、まあ、もしくはあれか、まだエスパーの可能性もあるか。お、こういう強い。あ、ただ青白兵士ですね。こういう字が入ってるのは結構珍しい形かなと。さあ、ただ、まあ、ここは土地を引けなかったので、ロードを倒して殴っていきましょう。さあ、4点アタック。まあ、土地が引けてたら、だいぶね、いい動きができたんですが、まあ、ここは、しょうがないですね。ただ、後手で土地が止まってしまったのは、ちょっと、幸先は悪いかなと。さあ、相手は方位の小三兵。さあ、ここは、とりあえず殴ってくる。うん。まあ、上2点だけ殴って、超抜者を出していきましょう。青白兵士に対してはね、結構この超抜者は強いんですよね。まあ、ほぼほぼ毎ターン2点飛ばしてくれるので、まあ、殴らずとも、どんどんとね、相手のライフを削っていくことができますね。まあ、青白兵士は除去が少ないので、除去られなければ、まあ、4点4点で、あと2ターンで、勝ってはいけますが、最低大田原を置いてくる。ミュレル。はい。ガチガチの青白兵士ですね。さて。土地引かず。うん。まあ、できれば、火力の方がいいか。雷獣よりも火力の方が、多分現状強いですね。さあ、2点飛ばして残り4点まで。まあ、このターンに倒されるか、まあ、もしくは除去を引かれない限りは、勝っていける状況。お、ただ聖戦士を引く。さあ、超抜者を除去って、うん。上から2点は削れますが、殴らない。うん。まあ、ミュレルはなんか普通に殴っていい気もしますが、まあ、雷獣は出してはいくんですが、ただ雷獣は殴らなさそうですね。まあ、ブロッカーとして立たせて、フェニックスのヒナ、飛行だけで殴っていくと。まあ、何もなければ、次のターンまた2点飛ばして、勝ちなので、うん。まあ、相手ワンチャン作るのであれば、さっきのターンミュレルと、小三兵で殴って、で、ロード起動か。が多分、勝ち筋としては、ありましたが、これは勝ち確ですね。まあ、このターンに倒されることはないので、次のターン雷獣出して、で、まあ、ヒナをどっちとも、22にしてから、まあ、雷獣の効果でも、ヒナでも勝ちですね。さあ、ということで、まあ、フルパンから、まあ、さすがに投与と。じじ。さあ、やっていきます。これは、まあ、キープですね。まあ、1、2と動けて、まあ、高マナ息はありませんが、まあ、しっかりとね、低マナ息で動いていければ勝てるデッキなので、キープしていきましょう。さあ、相手も7枚キープ。とりあえず、フェニックスのヒナから、1点を入れていく。まあ、次のターンクリーチャーができてきたら、速走プラス火遊びで、行くんですが、さあ、相手、兵長置いて、そのまま渡してくる。まあ、これであれば、フェルドンからで、OK ですね。さあ、これは白タンなのか、青白。からの、ドロテア。なるほど。でかいですが、まあ、ちょうど4点火力があるんで、除去ってから殴っていきましょう。まあ、ドロテアは、まあ、除去らなくてもね、勝手に死んでくれるんで、全然いいんですが、まあ、しっかりとクリーチャーを残したまま殴っていきたいというのはあるので、さあ、聖戦士。相手これエスパーかな。まあ、ガチガチのエスパーレジェンズの場合は、レジェンズ側がね、やや有利ではあるんですが、まあ、相手もおそらく安価のエスパーなため。さあ、火遊びで聖戦士除去って、からの嵐探し。さあ、すべて速攻クリーチャーということで、一気にライフは詰めていくと。残り3点まで。まあ、全除去がない限りは、そのまま勝っていけるかなと。ドレッド。これは勝ち確ですね。さあ、これで投了と。ジジ。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、後手ではありますが、まあ、そんなに悪くはない反応ですね。できれば、まあ、2マナ息が欲しいところではありますが、さあ、4マナ目を引いていく。相手は、クロミドランドからスタート。さて、ゴルガリ。
まあ、走者型なのかどうか。さあ、ここはマナクリを置いてくる。まあ、即走出しで殴っていきましょう。まあ、ブロックしてきたら火遊び打っていくんですが、ここはスルーしてくる。うん。まあ、相手はちゃんと分かってますね。さて。お、闘技場。これはまあ、赤タン相手に置いてくれるのは割とありがたいですね。さあ、嵐探しから、5点を入れていく。残り12点まで。もう来10までは、確定しているので、だいぶ押し込んでいけそうですね。からのクズ鉄ぐらい。はい。まあ、マナクリがどんどん出てくる。これは、ランプなのかな？ランプであれば、まあ、できればマナクリ除去っておきたいんで、まあ、ヒナから行きますかね。うん。まあ、ヒナプラス火遊びで行きましょう。まあ、相手はブロックせざるを得ない、状況ではありますね。さあ、通せば6点。まあ、おそらく火力を持ってるっていうのは分かっているでしょうが、さあ、一体はブロック。から、もう一体はブロックせず。まあ、これは、マナクリに打っていきましょう。さあ、果敢誘発で、6点が通って、残り5点まで。からの闘技場で4点まで。まあ、抹消者は OK なんで、まあ、ライフゲインされるようなカードの方が、きつい状態ではありますね。お、さあ、抹消者から、まあ、格闘があっても多分、そのまま勝っていけますね。はい。さあ、ヤブ打ちで、嵐探しは除去っていきますが、土地と即走で OK ですね。まあ、セルタン雷獣出して、フェニックスのヒナに乗せて勝ちですね。さあ、フルパンから、ヒナに乗せて、一気に削っていくと。オーケー。じじ。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。